やすにしないか。ティスビムの人々は皆ここを通って逃れてきたんだ。上り下りは逆だが私たちもやれるはずだ。もっとマシな場所も見当たらないし。本当に私たちは見当たらない。お走り、はい、行こう。打ち止め、はあ、拾ったやつで武器作れんじゃね。そういえばリンウェルのやつ、いつの間にかティオハリムにも普通に接するようになったよな。ああ、海岸で一緒に俺を探しに来てくれた時は正直驚いた。あれは仕方なくだよ。最初あの村の人たちの警戒っぷりったらすごかったから。アウメドラのことはまだいろいろあるけど、でもダナだからレナだからってだけで決めつけたくない。そう思えるようになりたいって思うようになったから。そうか、体を張った甲斐があったな。
ロ。まあな。よかったですね、ティオハリム。まあ、痛くない腹を探られるよりはいい。あ、でもティオハリムって回りくどい言い方するから、そこは嫌かも。それは種族とは関係ない性格の問題だぞ。あ、そっか。じゃあしょうがないね。さっき受けた傷、思ったより痛む。シオン、すまないが治癒を。流れが来てんじゃねえか。近で滝を見たのなんて初めてだ。全身で浴びたら爽快だろうな。構わんが、おそらく水圧でぺっちゃんこだ。さあ行くぞ。ようやく出番だね。他にもいろいろできるって。
俺たちの武器は認め合う強い心と何者にも挑む強い心と理想を追い求める強い心だ。弱点は語彙力だね。躍動する筋骨の様相は優が勝るな。この無駄なき精巧な美を求め私は戦うのかもしれない。クルルは隠れてて総発入れ強くなれ総発入れ総発入れ可愛いけど真っ赤なんだよ。終わりだ。ここのところ運がいいな。力が手に入ったな。武具が入ってたぜ。見た目はあまり好みでないが。あとどのくらい
まだ半分も過ぎてないと思うぞ。さあ行くぞ。どうだ、私を狙う。俺の真骨だ。流星陣、私が止めるよ。今だよ。ちょうど行くぞ。ライザー見たか、鍛えた甲斐があった。見たか。見てたでしょ、キサラの背中。見てるし。気をつけろ、何かいる。こいつはすんなり通してくれそうにないな。足場に気をつけろ、落ちたら一巻の終わりだ。通りたいだけなんだから邪魔しないで。無駄だ、こいつ俺たちの餌としか思っちゃいない。だったら逆に平らげてやる。ここで足止めされてたまるか。終わりだ。アロン、狙うは弱点なら終わり。仕掛ける。やめろ、倒れろ。ザンクーケン、流星陣、行くよ。受け具合クエラだ。はい、やばさ。そのまま押せ、靴を止められるよ。大発入れだ。立たせ。ペアッ、ここが肌に。ペアッ、やるぞ。ヤマタロウラ、凄まじい連撃だな。どうもついだ。諦めるぞ。さあ、こっちこっち。ハンマー。くれ。私が止めるよ。だろう。ホーカー。超人。ラッシュ。ハゲロ。レンガだ。行くよ。ここ。レンガだ。勝手に攻撃する。しまっちゃうよ。やばさ。めっちゃやるぞ。くだ。せっかく。任せたまえ。ここが肌の。大発入れ。やべえのが来そうだな。すさまじい火力だな。正面は危険です。お手を取った。とどめはいただきで、アルテ。負けていられるか。あの突進、致命傷になりかねん。それを防ぐのが私の役目。君も手強い。動きが違うな。気をつけ。あんなのがいて、よくティスビムの連中は通り抜けられたもんだな。たどり着けなかった人もたくさんいたのかもしれない。
じゃあ少しは通りやすくなったかな。いや、こんな道を一人でも使わなきゃならない人がいる限り本当の解決とは言えない。本当の解決はボルラーンを倒しスルドブリガを終わらせた時か。そうだよな。余計な時間をかけた。シオンが待ってる。急ごう。結構登った感じがするのにちっとも果てが見えないね。あまり上や下を見ない方がいい。こういうものは黙々と登らないと心が先に疲れるぞ。上も下も見てる余裕なんてねえよ。ここで落ちればズーグルを喜ばせるだけだな。ズーグルが喜ぶ？なんでだ？餌が空から降ってくるのだ。恵み以外の何でもあるまい。餌？ロウ、こういう時にあの人の話は聞かない方がいい。聞く前に言ってくれよ。落ちたら一巻の終わりなのは間違いないな。みんなフルルみたいに飛べたらいいのに。きっとティスビムにたどり着けなかった人だって。フルル、俺たちは落ちるわけにはいかない。シオンが待ってるんだ。先に進もう。どうやら登りきれたな。やっとか。膝が笑いだ寸前だぜ。見て、あそこ。あれがペレギオン、ボルラーンの都か。あそこにシオンがいるんだな。おそらくは。おそらく？可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか？ない。ない？ガナス・ハロスとは皆和の城塞を指す。今さらそんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ、あのボルランの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると遠さの問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言った。ならそれに応えてやるまでだ。水の国とはいえまた随分雰囲気が変わったものだな。こんな状況でなけりゃ頭まで水に浸かりたいとこだぜ。
悪いが今は突っ切るだけだ。シオンが待っている。なあ、分かってるって。水浴びはいつでもできるもんな。シオン無事だといいけど。口に出すと余計不安が増すぞ、リンデル。ごめん、でもやっぱり気になるよ。どうしてボルラーンはシオンをさらったのかな。アウメドラの船での奴の物言いからは、本来の目的はアルフェンにあると見えたが、前に一度シオンはあの男に傷を負わせた。あるいはそれで興味を覚えたのかもしれん。うん、あいつ傷を受けた時も茨に触れた時もどこか楽しそうだった。普通じゃないよ。変なことされてなきゃいいけどな。変なことって、変なこと言わないでよ。いや、だって心配になるだろ。だからってそんな。二人ともその辺にしておけ。アルフェンは黙って耐えているんだ。あ、悪い。あの城、見覚えがある。前にカラグリアの崖から見た。海の向こうにボルラーンの城か。うん、あれボルラーンの城だったんだね。位置的にはありえるな。それにあの大きさだ。あの時はシオンもジルファも一緒だったけど、シオンはまだ取り戻せるだろ。ああ、必ずボルラーンから奪い返す。どんなもんよ。リンベル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか。うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満。じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さん。なら父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし。あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬。犬、犬は家族に入るのか。もちろんフクロウだって家族になれるんだよ。でもそう考えると今の状態って楽しいね。大所帯だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル。あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。フルル、何かあったら呼んでね。もうちょっと寝たい。もたもたしてシオンに怒られないようにしないとな。アル
いつもそこにいて励ましたり注意してくれた、うん、いるのが当たり前だったんだ。ここは抜かせ、はい、ラッキューケン、ラッキューケン、ラッキューケン、ヤバタロウ、ラリューケン、ラッキューケン、ラッキューケン、ヤバタロウ、ラリューケン、ラッキューケン、ラッキューケン、守りが硬いな。トップ号キャッチ、頼む、攻める、今だよ、決めたまえ。なら私が妨害を頼む、ヤバタロウ、もう敵はいないようだな。負けねえって。成果が出たぜ。
次はローに足止めしてもらうか。え、いやそういうのは向いてねえよ。さあ行くぞ。どこだ。出ます。大発見。一発目くらえ。ロンド先生スイカリオ一気払い。私の手が必要だ。リュハイム走破。こっちの番だ。どこだ。来るなら来い。どこだ。決めてやる。攻める。うぶ、風よ下げろ。危険連結。なんとか勝てたね。この調子で進んでいこう。うん、無理せず油断せず。いよいよだ。みんな油断するなよ。正面。止まれ。ダナのアルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城デルワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。これからどうする。まずは町の様子を調べよう。それから城だ。人影がないな。ダナの奴隷どころかレナヘすらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろ。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま町を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろう。何をやってるんだ。
今のダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか？それは確かに感じなかったけど、でもそれじゃ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったの？城の方に向かったな。あの船、何か嫌な感じがしてならない。ああ、働きに行くって感じじゃなかったもんな。下の水路は城まで通じてるようだ。城に向かえば何かわかるかもしれん。あの船に乗ってた連中、何だったんだろうな。わからない。ここで奴隷にされているダナ人だとは思うが、この町、今までのどの主婦よりも立派だけど。ああ、建物といい人間といい、なんていうか異質だ。町を見れば滑る者の性格も見て取れる。そう思っていたが、どうにも不気味だな。見た目の異様にもかかわらず、印象はむしろ廃墟の方がまだ近い。あの船を追いかけてみよう。何か話が聞けるかもしれない。これだけ大きな町なのに、まるで気配がない。ダナもテナも一体どこにいるんだ。塩、相変わらず人影がない。この先はもう城しかないみたいだな。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ、少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何？今度は何が始まったの？おい、あれ！何をしてるか分かってるのか！
困るんだ。死にたいのか。スルドのために死ぬのは無意味だ。逃げろ。船を降りるんだ。今のは挑発だ。わざわざ我々、いやアルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして、俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある。答えろボルラーン。お前のせいではない、アルフェン。断じて。ああ、分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため、俺は進む。行こう。自分がどうなるか分かってたのかな。そうは見えなかった。ただただ言われるままという感じだった。言われるままボルラーニってことだよな。ずっと支配されて、言われるまま命を差し出して、そんな死に方をするために生まれてきたの。そんなのって、奪われるのが奴隷なら、あれこそ究極の奴隷の姿だ。あれを敷いた奴を俺は絶対に許さない。